今、ああいたいた、あそこだ。本当だ、キリンだ。わ、なんか走ってる。お、こんな狭いところでね、ちょっとなんか走ってます。そんな、なんかこういうところに自分が入る経験はできないでしょ。ですね、今ですね、このなんと動かない白クマを見つけました。近づくことができます。これなら近づくことができます。ですね、ここでお話したいのはですね、レンズはですね、レンズがですね、望遠レンズと広角レンズではですね、広角レンズの方が背景がボケにくいんですね、はい、っていう特性があります。だけれどもこの広角レンズを使ってもですね、この背景をぼかそうと思ったらですね、それはですね、被写体、撮りたいものにですね、ぐーっと近づけばいいんですね。いますか？ちょっとやってみたいと思います。お、いいかな。はい、ですね、このようにですね、まずはですね、この位置ですね、この位置から撮った写真がこれです。はい、で、画角もちょっとこう、広いんですけどもですね、ちょっと分かるようにもう少し拡大してみますとですね、こんな感じです。ちょっと後ろのこういった扉とかですね、壁のところ見てみてください。今このくらいな感じなんですね。はい、これがですね、もっと今ググッとこう近づいて、しっかりこう近づいて撮りました。そうするとですね、今度は こっちですね。はい、このようになります。先ほどのこの位置から撮った少し拡大してお見せしましたけど、それとよりも、グッとこう被写体に近寄った方がこの背景がボケてると思うんですね。でまたですね、さらにですね、結局そのこれに近づいてですね、でこの被写体と背景との、もちろんそのボケるのってその被写体、撮りたい被写体があって、その背景が遠くの方がどんどんこうボケていきますよね。ボケが大きいですよね。だから、今こっからそこまでのこの背景、壁までですね、その距離もう少しこう長く、後ろにあるものがもう少し遠くにあればもっとボケるってことじゃないですか。だから例えば撮るアングルを変えてですね、例えばこっちから撮ると壁はもっと遠くにありますよね。なのでちょっとこっちからも撮ってみたいと思います。はい、こうするとですね、さらにですね、この背景の壁だとかですね、さらにもっと向こうのものがどんどんこうボケて映ってると思うんですね。はい、いいな、エレベーター大好き。でもタモリさんもなんかちょっと入れないエレベーターとか九州の方でも昔入ってましたよね、炭鉱かなんかに。あれいいな。
おお、ま、今出たらすぐ真正面ですね。ランドマークタワーが、横浜のシンボルが。あー、すごいいい眺め。こっちはこういうね。手前がこう住宅地で、奥がね、あのずっとこうビルが、あの横浜の街がずっと続いてますね。ちょっとここからの眺めをですね、撮ってみたいなと思いますけれども、まあ、こういったね、展望台からのこう眺めってね、こう上からこうなんていうのかな、わーっとこう一面にこうなんていうの、景色がこう広がるから、こう広くね、あの撮ってみたいなと思って、まあ、こういった写真を撮るっていうことが多いと思うんですけども、逆にですね、こういったこう展望台のところからこう望遠を使ってですね、一部分をこう切り取るっていう写真を撮ってみたいと思います。よっ、どうでしょう、こういったですね、望遠レンズでこの一部分を切り取っただけのね、こういった写真もなかなか、面白いと思うんですよね。先ほど、望遠レンズはあのこう 背景があのボケるって、あの広角よりも望遠の方がですねっていうお話をしましたけれども、もちろんですね、望遠レンズを使っててもですね、この撮る被写体が遠い場合ですね、例えばもうここからですね、すぐ、まあ、あの辺りの住宅ですね、そこまでの距離ってすごい遠いですよね。もちろんそこからさらに向こうの、ビルですね、それはさらに遠いんですけれども、でもですね、もうここからそのピント合わせるですね、場所がこう遠いですので、そうするとやっぱりですね、こう背景がですね、ボケなくなってくるんですね。私とこのカメラとあのピント合わせた部分との距離が遠くなるとですね、はい、そうするとこう逆にですね、でもそれがこのなんていうのかな、こうこのですね、どんどんこう折り重なっていく、この家だとかビルがですね、ここにどんどんこう折り重なってこう並んでいる感じっていうのはですね、そういうのがですね、出てきたと思うんですね。こういうのを、まあ、あの圧縮効果って言ったりもしますけれども、まあ、言葉はあの覚えなくてもいいんですけどもね、隅々にまで、ピントを合わせることをパンフォーカスって言いますね。パンフォーカス、ボケが大きいじゃなくて逆に、隅々まで、ピントがですね、ピントを真ん中に合わせます。だけどこの端張ってですね、ピントが合う写真のことをパンフォーカスと言います。はい、さていかがでしたでしょうか。ボケをですね、ボケ具合ですね、これを調整するにはですね、まずはレンズでしたね、望遠にするか広角にするかですね、レンズによっても変わってきます。そして被写体とこのカメラとの距離ですね、それによっても変わってきます。そして、絞りの値ですね、絞りの値によっても、ボケ具合は変わってきます。
これらをいろいろ調整してやってみてください。それではまた次回お会いします。